こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、トルコはイスタンブールのそぞろ歩きということでやってみたいと思います。皆様もご存知のようにですね、トルコは本当に見るところが多いです。またその歴史的な背景から見ましてもですね、東洋と西洋、この文化の交差点とか接点とか言われておりますので、本当にいろんなものがたくさんあります。もう見どころ多すぎという感じなんですね。それに加えてですね、そのこういう文化遺産だけではなくて、また自然の脅威というか自然遺産もたくさんあるんですよ。例えばこのカッパドキア、もうあまりにも有名ですよね。そしてこれパムッカレですね。これ別にあの氷とかじゃないですよ、石灰なんですけれども、そういった自然が作り出した美しい芸術的なところもありますし、またあの神話だと思われていたあのトロイの木馬、あのコンピューターウイルスじゃないですよ、あっちの方が有名になっちゃいましたけれども、もともとトロイアの戦いで使われたそのトロイの木馬作戦というそのギリシャ神話ですね、そこに登場するこのトロイの木馬、これは観光用に作られているものなんですけれども、それが何年か前に事実であったと、史実であったと、神話ではないと、本当にそれが起きてあったんだということが証明されましたので、そういったこともまた皆さんがご興味を持たれることになるわけです。ただこのトロイの木馬の場所っていうのはですね、ちょっとアクセスが悪いんですけれども、1日か2日ぐらい見ていただければ、あの行って帰ってそのトロイの木馬の、いろんな ご説明をできると思います。でですね、今日はあのイスタンブールのそぞろ歩きということで、イスタンブールの中の今日のです、今日の第2位と第1位をご紹介します。イスタンブールの2位と1位じゃないですよ、今日の2つしかやらない2位と1位です。何を言ってるんだって言われそうですね。それでは、参ります。第2位はグランドバザール、皆さんこれご存知ですよね。もうあまりにも広い、こういうですね、その、アーケード状になっているそのこういう、なんて言ったらいいんですかね、その、アメ横がそこら中にあるみたいな感じなんですけれども、その、ショッピングセンターではないですし、バザールで、バザールはバザールなんですけれども、そういったものがですね、こうすごく広いエリアで、お店が軒を並べていて、お店の数ですね、4000とも5000とも言われているんですね。でもいろんなもの売ってまして、例えばですね、こちらスーツケース売ってたりしますよね。それからこちらはお土産物屋さんとか、これ器具ですね。あとはこのショールとかですね、これ多分ベリーダンスの一番端っこですね、ベリーダンスの衣装か何かかなと思うんですけれども、いろんなもの売ってます。例えばこれトルコランプですね。あのトルコ料理屋さんに行かれると、大体上からこう吊るしてありますよね。非常に可愛くてちょっと幻想的な感じのスルライトを出してくれるランプですよね。それからこれご存知ですか。これですね、あの水タバコの器具です。まだあのトルコでもですね、水タバコを、飲まれるというのかな、吸うというのかな、そういう方が多くて、お食事の後とか、それからちょっとそのティータイムの時なんかに一緒にこう楽しまれているので、こういうものもたくさん売られます。でですね、このバザールのこれ見取り図なんですね。これはですね、あのバザールそのものにホームページがあって、そこが公開しているその地図なんですよ。でですね、これ色ごとにその品目が大体分かれているんですね。例えばピンクはお土産物でですね、緑はカーペットとかですね、あとの青はデニム、上デニムのもの、ジーパン売ってるわけですよね。そういったようにですね、あのいろいろこう分かれているんですね。で非常に広いので、ただそのそれほど迷路みたいな作りにはなっていないというのは、ちょっと碁盤の目に近いような感じですね。同じこういう、バザールでも、例えばそのモロッコのマラケシュにあるような、ああいうわざと迷路のように作ったメディアの中のようなものとはちょっと違うので、分かりやすいと思います。迷子にもなりにくいと思います。で大体そうですね、ざっと見て回って2時間から3時間ぐらいでしょうかね。でこの中にですね、カフェとかレストランとかありますので、疲れたらそういったところでちょっとお休みされて、あのねりねりのトルコアイスとかですね、あのカフェとかお茶とか飲んでいただいて、休んでまたいろいろ見て回られるっていうのがいいかなと思います。でですね、ここは日曜日はお休みです。あとトルコの祝日もお休みなので、その辺はちょっと気をつけてください。でですね、今申し上げましたグランドバザールというのが、このトルコヨーロッパ側ですね、のここにあります。でここがボスポラス海峡で、こちら側がアジアサイドになります。でこれちょっと見にくいかもしれませんけど、ここトンネルが通ってるんですね。ユーラシアチャンネルっていうんですけど、ユーロとアジアでチャンネルなんですと、トンネルなんですけども、アジア側まで行ってます。で、今ご覧いただいたのがこのグランドバザールっていうところですね。でですね、ここから次はですね、
第1位というのはちょっとテロップ出しませんけれども、大体この今日の第1位というのは、まあ、イスタンブールの第1位と言っても過言ではないです。ブルーモスクです。これですね、あの場所的にはちょっと一回戻しますけれども、この辺りにあるんですね、まあ、正式名称はスルタン・アフメット・モスク、もしくはスルタン・アフメット・ジャーミーというふうに言いますけれども、このモスクですね、まあ、特徴的なのがこの細い塔、これミナレットというんですけれども、これがですね6本あるんですね。今4本しか映ってませんけれども、こちら側にあと2本あります。で、あのこれちょっと豆知識なんですけれども、大体どこのモスクでもまたこういうミナレットがあるところっていうのは大体ですねちょっと傾いてるんですよ、ミナレット。どういうことかと言いますと、まあ、地震はあんまりない国なんですけれども、もし地震があった時に、もしくは何かの異常でミナレットが倒れた時に、必ずモスク側に倒れるように、建物側に倒れるように、外側ではなくこちら側に、内側に倒れるように作られてるんですね。もちろんその外側にいる人たちに何か危害が加わらないようにというふうな設計です。勉強になりましたね。何年か前に私もタージマハールなどでも話を聞いた時に、でもタージマハール行ったらもう10年以上前なんですけれども、やはり同じように内側にちょっと傾いて立っているっていうような話を聞きました。でですね、このモスクの中にありますのが、これがあの礼拝室ですね。イスラム教の方は日に5回メッカの方向に向かってお祈りをなさいます。そのお祈りをするされる場所ですね。でこの礼拝室とは別にですね、この中のこう素晴らしいインテリアを見ていただきたいんですけれども、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここいわゆるキリストの教会、キリスト教の教会でいう、あのあれです、ステンドグラスのようなものが入っているんですね。イスラム教でちょっと何ていうのか私ちょっと知りませんけれども、でこういうものがですね、このようなガラスがこうたくさんこう散りばめられているんです。でそこから入って そこを通して太陽の光が入ってきた時に、やっぱり青色で作っているのが多いので、全体がこう青っぽくなるんですね。だそれでブルーモスクというふうに、まあ、呼ばれているんだっていうふうに聞きました。でですね、ここ天井が皆さんこうドームになっているのお分かりになりますかね。最初の写真でもこうドームになる、こうドームにいっぱいドームがありますよね。でですね、キリスト教の教会でも仏教のお寺でも神社でもユダヤ教のシナゴーグでもドームになってないんです。でなぜイスラム教だけはドームなのか、これお分かりになります。これですね、今日ちょっと豆知識多いですね。これですね、あのコーランをこう読まれるときに、このドームの真下で上に向かって読むと声がここに一旦届いて、それが反響してそのモスク全体に上から声が降ってくるような感じで聞こえるんです。でこれもですね、私も何年か前にそのあるモスクにお邪魔させていただいたときに、まあ、そのこの方が例えばこう手をパーンとこの真下でですね、ドームの真下で手をパーンと打たれると、パパパパパパパンというか、まあ、エコーというかリバーブのような形になって、その、まあ、そこではコーランではなくて他のものをこうちょっと読まれたんですけれども、少しこう声が伸びるような感じで照明みたいな感じのものを読まれたんですけれども、そうするとやっぱりですね、その一旦上に反射してそれが上からこう降ってくるような感じに聞こえるんですね。でそこがなんかその、まあ、宗教儀式的に必要なものだったらしくて、そういうふうになってるんだそうです。でもこのモスク建ってるのは1600年代なんですよ。1600年代の前半なんですけど、その頃にそういう技術をもうすでに分かっていたというのは驚きですね。でですね、今このグランドバザールから、プラ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 と歩いてきて、ブルーモスクまで来ました。でですね、今度2つの、まあ、第2位と第1位をご紹介しましたので、続いて今度は私どものイスタンブールでのおすすめホテルをご紹介いたします。そのイスタンブールのおすすめホテルの場所というのはですね、少しこう北の方に上がっていって、この辺りにあるホテルなんですね。そのホテルの名前はネオリオンホテルと言います。四つ星ホテルですけれども、まあ、私どもが多分そうですね、一押し、本当に一押しの、イスタンブールでは一押しのホテルです。これが正面ファザードですね。この辺りですね、ちょっとあのアラビア風のこう 窓をこう切ってるわけですね。そういうこう、まあ、いいデザイン、青とそれから黄色が非常によくマッチしているデザインですね。それではちょっとお部屋を見てみます。
ですね、こちらはデラックスルームになります。まあ、ちょっと階は上の方のお部屋なんですけれども、このネオリオンホテルにはスイートルームがないので、ここが一番いわゆるグレードの高いお部屋になります。ちょっとテラスがあるんですよ。でそのテラスですね、こんな感じなんですね。そんな幅広くないんですけれども、まあ、ちょっとこの日光が当たって暖かい日などはちょっと外でお茶を飲んだりとかですね、まあ、一緒に泊まってらっしゃる方とお話しされたりとかっていうのも、まあ、いいかなと思います。でこちらバスルームですね、これはシャワーブースとそれからまあ、バスタブですねから独立しています。でこちらはですね、ホテルに備わっているスパですね、こちらはちょっとお休みいただくソファーがあって、で向こう側にはプール、そしてこちら側にはジャグジーがございますね。まあ、トルコも広いですし、その例えばその先ほどのグランドバザールの中など、まあ、歩いていくしかないので、そうやって一日中歩き回られると結構お疲れになります。そういった時に、まあ、このスパで体を癒していただいて、この施術台ですね、ここでこう多分こういうふうにやってこううつ伏せになるわけですね。そこでスパの方がいらっしゃって、こう心と体を一緒にほぐしてくださるという、まあ、そういうスパの設備があります。でこれはですね、ルーフトップ、屋上です。で屋上にはですね、こういうふうにまあ、テラス、屋上テラスというんですけれども、まあ、カフェが出て、それで、まあ、簡単なお飲み物などを召し上がりいただきながら、そのイスタンブールのですね、これ多分ここから大体ずっとこう見えるのがお分かりになりますよね。そういった景色を楽しんでいただいたり、もしくはこの日没とか、あとそれからその日の出ですね、まあ、日の出はちょっとないと思いますけれども、まあ、ちょっとお時間がある時にここでお休みになれたり、本を読まれたりっていう、そういう感じでお過ごしになられるのもいいと思います。ただですね、これは夏しかないんですよ。6月から9月ぐらいまでしか確かやってなかったと思います。でトルコも冬寒いので、今の時期ですともうちょっと本当に寒いっていう感じになってしまいますから、もうここは空いてません。でですね、ここからそのブルーモスクですね、ブルーモスクからこのネオリオンホテルまではだいたい15分ぐらいです。でグランバザールからこのブルーモスクまでもだいたい15分で、ここはですね、ネオリオンホテルからグランバザールまでは15分はかからないぐらいです。まあ、ですのでちょうど、まあ、三角形に近い形をしているので、まあ、どちら側からか回っていって、そして、まあ、帰ってくれる、まあ、1日歩いて十分こうイスタンブールの街並みを楽しまれる、まあ、この辺りもですね、博物館があったり他のモスクがあったりとか結構見るところいっぱいあるんですよ。ですからもうプラプラ歩いてるうちに、ちょっとブルーモスクは後でちょっとこっち先行ってみようとかいうのもいろいろあると思うんで、そういうのを楽しまれるのが面白いと思うんですね。でですね、まあ、今回はイスタンブールソロ歩きという形でご案内しましたけれども、イスタンブール、まあ、要するにトルコといえば世界三大料理があるんですね、フランス料理、それから中華料理、そしてトルコ料理、これが世界三大料理です。フランス料理はもう日本ではもうしっかり根付いていて、テレビなんかでも、まあ、フランス料理のシェフのドラマとかやってますよね。で中華料理は、まあ、町中華と呼ばれることは、まあ、あるぐらいにもうどこにでもある、もう本当にもともと日本は中国からいろんな文化を輸入してましたから、まあ、それも非常にいいと。ただトルコは全然ないですよね。トルコ料理っていうのは東京でも本当に数えられるぐらいしかなくて、その三大料理ではないのにインド料理とか、あとそのイタリア料理の方がはるかに数が多いですよね。で、まあ、トルコ料理でも美味しいトルコ料理っていうのがあるんですけれども、なかなか行くチャンスがないので、その世界三大料理っていうのがなかなかこう味わえない。で私どものスタッフがですね、実は先日というかもう何年か前なんですけれども、まあ、研修に行ったんですね。その時にですね、とても美味しいトルコ料理のレストランがあったと。海外のレストランの話してもしょうがないじゃないかと言ったんですけど、そうじゃないと。ターキッシュエアラインズの機内食だと。ターキッシュエアラインズ、トルコの国営航空ですね。この機内食が本当に美味しかったと。で本当なのかなと思ったんですけども、私はターキッシュエアラインズまだ乗ったことがないのでよくわからないんですけれども、そのターキッシュエアラインズですね、今は成田からイスタンブールに1日1便なんですけれども、これが、まあ、今年の冬から来年にかけてですね、大阪も就航します。そして羽田にも就航します。夜便だけではなくてお昼のフライトも出てきますと、一気にフライトが増えるんですね。ですから今度トルコに行かれるときは、ぜひ私どもにお任せいただければ、ターキッシュエアラインズでその美味しいレース、美味しい機内食のターキッシュエアラインズでいろんなそのイスタンブールのツアーとか、イスタンブールだけじゃなく、先ほどの
カッパドキアとかですね、ファムッカリとかですね、さらにそれをそのイスタンブールだけだと、まあ、8日間とか10日間ぐらいなんですけども、さらにそれにこの場所的にですね、ヨーロッパにさらに行かれたりとか、エジプトに行かれたりとか、まあ、いろんな楽しみ方ができるんですよ。イスタンブールちょうどいい場所にあるので、まあ、ですのでそういった形でご自身、お客様ご自身がここ行ってみたいなと思うようなところがありましたら、ぜひ私どもにご連絡いただければ、ご希望のプランをご提案させていただきます。今回はですね、イスタンブールソロ歩きということで、まあ、今日の第2位と第1位、そして私どもが おすすめするネオリオンホテルをご紹介いたしました。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。